六分岐点速航法、または天文航法とは、陸地の見えない概要で天体を観測することで、船舶や航空機の位置を特定する航海術である。数千年にわたって徐々に発達してきた。目に見える天体と水平線の角度を計測するのが基本である。太陽と水平線から太陽の高度角を計測するのが最も一般的である。 熟練した航海士はそれに加えて月や惑星や航海年間に座標が出ている57個の構成を使う。転測工法は空に見える天体と地平との間の角度を測定することで地球上の現在位置を求める技法であり、海上だけでなく陸上でも使える。ある与えられた時点においてどの天体であってもそれが真上に見える場所は 地球上に一箇所しかなく、その位置は、緯度と経度で表される。その地理的位置を、天体の GEP と呼び、その正確な位置は、公開年間や航空年間に、表の形で、秒単位で示されている。転速計算と呼ばれる計算を行うことで、公開図や位置決定用図に、位置の線と呼ばれる線を引く。 測定を行った観測者はこの線上のどこかに位置している。ロップは実際には観測した天体の GP を取り囲んでいる地球上の大きな円のごく一部である。ある時点にこの円の上で問題の天体の高度角を測定するとどの位置であっても同じ高度角が得られる。この前提は点測工法の最も一般的技法の基本であり、アルティチュード。 インターセプトメソッドと呼ばれる。他にも、同様に6分儀を使って計測した結果を使う、転速工法の技法がいくつかある。例えば、正午転速法やさらに古い、ガツ巨法である。ジョシュアス・ローカムは、世界初の単独世界一周公開で、ガツ巨法を使っていた。高度作法とは異なり、正午転速法や月巨法は、正確な時刻を知らなくとも良い。 高度差法では、観測時の正確な秒単位のグリニッジ平均時を知らないとその後の転速計算が不正確になる。位置の線の概念図右の図は、高度差法による位置決定の背後にある概念を示したものである。転速工法には他に時達義経度法と防止五線法という技法もある。右の地図に示した二つの円は、2005年10月25日12時の 時点の太陽と月の位置の線を表している。この時、線上の航海士が6分木を使って月の高度角を測定したら56度だった。10分後、太陽の高度角を測定したところ40度だった。これらの位置の線を計算で求め、図に描く。太陽と月を同じ位置から観測して高度角を得ているので、 この船は二つの円が交差している2地点のどちらかにあることになる。この例では、マデーラ諸島の西約350海里の大西洋上か、パラグアイ共和国アスンシオンの南西約90海里の南アメリカ大陸内である。ほとんどの場合二つの交点は数千マイルも離れているので、観測を行った者にとっては、どちらが正しい位置かは自明である。 この例の場合、船が内陸にあることは考えにくいので、大西洋上の交点が正しいと考えられる。なお、この地図上の位置の線は、円というには歪んでいるが、これは地図の投影法によるものである。地球儀上に描けば、深円になる。さらに言えば、二つの交点では、太陽と月の位置関係が逆になる。観測者にとっては、その位置関係は、 自明なので、これによっても位置を一箇所に決めることができる。六分儀を使って水平線上に出ている太陽の高度角を測定する、様子正確な高度角の測定法は長い年月をかけて発展してきた。最も単純な方法は腕を伸ばした状態の手で測るもので、指一本の幅が1.5度強に相当する。正確な高度角計測のため、カマル。 公開用アストロラーベ、8分儀、6分儀といった計測器が開発され、正確さが向上していった。8分儀と6分儀は七平からの角度を計測するもので、装置のポインタの配置による誤差を除去するため最も正確であり、二重鏡のシステムが装置の相対的な動きをキャンセルするので、対象物と七平を安定的に見ることができる。 航海詞は度、分、秒という単位で地球上の距離を測定する。位置りは1852メートルだが、これは地球の緯度1分に相当する4、5 0 0個長にほぼ等しい。6分儀は0.2分未満の正確さで測定値を読み取り可能である。つまり観測者の位置を0.2回り以内の正確さで決定できる。航海詞ならば、 移動中の船舶の位置を 2.8km 以内の誤差で決定でき、陸地の見えない洋上ではこれで安全に航行できる。実際の転速航法には、時刻を測るクロノメーターと角度を測る6分儀、天体の位置を知るための航海年間、高度方位角計算のための転速計算表、その付近の地図を使用する。転速計算表では、足し算と引き算しか必要としない。 ノートパソコンや科学技術計算用の電卓があれば、即座に6分岐の測定値から位置の線を求めることができる。手で計算する方法であっても、1日か2日の訓練で、転速工法の計算方法をマスターできる。現代では、推測工法の修正に、転速工法と衛星測位システムを組み合わせて使う。推測工法とは、 ある時点の船舶の位置と進路の方位と速度から位置を推定する方法である。複数の方法を同時に使用することで誤差を検出し手順を単純化できる。この場合、航海士は時折6分岐を使って太陽の高度角を測定し事前に正確な時刻と推定の観測位置に基づいて計算した高度角を比較する。 地図に位置の線を直線として書き込み、それが推測広報の航路から数マイル以上離れている場合、さらに観測を行って、推測広報の起点を再設定する。機械的故障や電気的故障がある場合、太陽の位置の線を1日に数回求め、その結果に基づいて、推測広報で大まかなランニングフィックスを行う。井戸は正午に、 太陽の高度角を測定するか、北半球ならば、ポラリスの高度角を測定することで得られる。現在、ポラリスは常に天の北極の一度以内にある。例えば、北極星の高度角が10度なら、観測者は赤道から北に約10度の緯度にいることになる。高度角は一般に市平からの行角で計測するが、 これは、天頂の位置を正確に知るのが難しいためである。もやなどがかかって水平線が見えない場合、水準器を使う。井戸はまた、構成が時間とともに移動する方向によっても、決定できる。構成が、東から上ってきて、まっすぐ上に向かうなら、赤道上にいるとわかる。南に向かって上っていくなら、赤道より北にいることになる。また、構星の位置は、 地球が太陽の周りを移動することで変化するため、毎日約一度ずつ変化する。この変化を正確に計測できれば、三角方を使って移動を求めることもできる。経度も同様の方法で求めることができる。北極星の高度角を正確に計測できるなら、同様に東、または西の支柱平付近の構成について、同様の測定をすることで経度がわかる。 地球は1時間に約15度の速度で回転しているため、そのような計測には正確な時刻を知ることが必須となる。時刻にズレがあると、経度を大きく間違う可能性がある。正確なクロノメーターが使えるようになる前は、経度は月の動きや木星の衛星群の観測で行われていた。そして、そのような観測は天文学者以外には複雑すぎるものだった。 経度測定問題は解決に数世紀を要した。1700年代に二つの技法が生まれ、どちらも今でも使われている。それがクロノメーターを使わない、月巨法とクロノメーターを使うときたぎ経度法である。月巨法、月巨法と呼ばれる古い技法は18世紀に改良された。現在は六分儀を趣味とする人や歴史家ぐらいしか使っていないが、 時計がない場合や長い航海で時計の正確さが疑われる場合には十分使える技法である。月巨法では月と太陽または王道付近に位置する恒星との距離を正確に計測する。各種誤差について補正した後の角度はある時点で地球上の月が見えているどの地点で計測しても同じになる。古い航海年間にはその角度の表が 掲載されていた。したがって、それによって、測定時のグリニッジ平均時がわかる。現代では、ノートパソコンなどを使えば王道近辺以外の天体を使って、月との角度を計測することで、瞬間的に計算することができる。グリニッジ平均時がわかれば、経度を測定することができる。時計の使用正確な時刻がわかれば、六分儀による計測で経度がわかる。 18世紀、より正確な工法のため正確なクロノメーターが、次々と開発されていった。現代では、クロノメーター、クオーツ時計、原子時計に基づく、標準電波、GPS の時刻情報などで正確な時刻がわかる。クオーツ腕時計は一般に、日差0.5秒以内である。腕時計を常に身につけて体温に近い温度に保ち、ラジオの時報などで、 時々誤差を補正していれば、月差1秒以内に抑えることができる。古くは、天文学者が選んだ、置標識を使って6分岐でクロノメーターをチェックしていた。これは、今では、非常に珍しい技能である。昔は、船の中心付近の乾燥した部屋で、ジンバル状にクロノメーターを3台置いていた。観測に際しては、クロノメーターに腕時計を合わせ、 腕時計を観測現場で使ったので、クロノメーターは決して風や塩分にさらされないようになっていた。クロノメーターの全米を巻くことや、3台のクロノメーターの相互の時刻合わせは航海士の仕事だった。今日でもそれは公開日誌に毎日記録され、午前時下の発展省の前に船長に報告することになっている。 航海士は船にある時計やカレンダーの設定も任されている。六分岐を除くアメリカ沿岸警備隊の士官、候補生転速候補の位置の線の概念は1837年、トーマス・ハバード・サムナーがいくつかの金棒の井戸で軽度を測定し、それを図にプロットしてみると一つの直線上に並んでいることを発見したことが始まりである。 二つの天体について位置の線を求めると、その交点が観測位置だと分かり、同時に緯度と経度がわかる。19世紀後半には現代的な高度作法が開発された。この場合、天体の高度角と方位角を推定位置に基づいて計算し、観測された高度角と比較する。この時の差分を分で表した値が、 観測対象の天体の直下点から現在位置に引いた戦場の誤差となる。衛星測位システムの発達によって、転速工法は補助的なものとなっていったが、航空分野では1960年代まで、航海分野ではもっと最近までよく使われていた。しかし、単一の工法にのみ依存することは好ましくないため、多くの国では航海士は、 電子工法のバックアップとして、転速工法に関する知識を有していなければならない。転速工法の大型商船での現在の使用法は、陸地の見えない、概要上での羅針盤の構成と誤差チェックである。アメリカ空軍とアメリカ海軍は、乗組員に1997年まで転速工法を習得させていた。これは、という理由からだった。 アメリカ海軍兵学校は、六分技を使った工法の精度が 5km 程度なのに対して、衛星測位システムとコンピュータを使えば 18m の精度で位置を特定できるということから、1998年春から転速工法を必修科目から外すことを発表した。現在も、海軍主官候補生は六分技の使い方を学んでいるが、 測定値を使った計算はすべてコンピュータに任せるようになっている。2015年10月、ハッキング環境下での GPS 即位の信頼低下性からアメリカ海軍兵学校の練習公開において、転速広法の実習が再開されることとなった。同様に、商用航空機でもジェット機の初期までは、転速広法を採用していたが、 1960年代に完成広報システムが登場し、置換されていった。アメリカ沿岸警備隊では、士官学校において、保船による訓練航海を実施しており、保の張り方や六分岐を利用した転速広報など、旧来の航海技術を体験する海洋実習を行っている。英国商船隊では、士官教育で転速広報を今も、 必修科目にしている。1960年代中頃以降、電子機器とコンピュータを使って、天体の位置を正確に計測できるようになった。このようなシステムは、船舶やアメリカ空軍の航空機に搭載されており、非常に高い正確さで、最大11個の構成を観測することができ、それによってその乗り物の位置を91メートル以内の精度で特定できる。 例えば高速偵察機 SR-71 には完成後方と構成追跡を組み合わせた ANS が搭載されていた。このような装置は非常に高価だが現存するものは衛星測位システムのバックアップとして使われている。また各戦争において一切の後方支援が受けられない状況を想定したりあるいはそもそも依存しない設計とされた。 大陸間弾道弾や潜水艦発射弾道弾、戦略爆撃機においては、アストロトラッカー、またはスタートラッカーと呼ばれる、転速後方装置が現役である。転速後方はヨットで概要を公開する個人が使い続けている。乗組員が少ない船では、概要を公開する際に、転速後方が必須のスキルとされている。GPS の方が精度が良いが、 転速工法を主に使う人もいるし、GPS のバックアップとして使う人もいる。アポロ計画では、一種の転速工法で軌道の補正を行っていた。マーズエクスプロレーションローバーなど、最近のミッションでは、姿勢制御に、構成追跡機などを使っている。また、新宇宙における位置の転速については、パルサーが放つ X 線を利用することで実現でき、 ISS で行われた実験では、目標計測精度 16km を8時間の観測で達成、システムの実証に成功した。転速後方訓練装置は、フライトシミュレータとプラネタリウムを組み合わせたもので、航空機の乗組員の訓練用である。初期の例として、第二次世界大戦で使われた、リンクセレスティアルナビトレーナーがある。 高さ14メートルの建物に収められており、爆撃機の全乗組員が搭乗可能なコックピットを備えていた。コックピットのケーに基づいて操縦士がシミュレートされた航空機の操縦を行う。コックピットの上にはドームが設置されていて、そこに星座が映し出されているので、航空士がその構成を観測して航空機の位置を判断する。 航空機がシミュレートされた位置が変化するに従って、ドームに映し出される星の位置も変化していく。また、地上の様々な地点からの電波もシミュレートしており、航空士はそれも参考にして位置を把握する。コックピットの下には、テレインプレーツと呼ばれる大きな移動する地表の写真が設置されていて、乗組員に飛んでいるかのような感覚を与えるとともに、爆撃手が、 爆撃目標を決定する訓練にも使われた。この装置を操作する人員は装置の元の制御室にいて天候のシミュレーションを制御していた。制御室ではシミュレートされた航空機の位置も把握しており地図にマーカーを置いてそれを示していた。リンクセレスティアルナビトレーナーはイギリス空軍が1939年に要求したことから制作された。 イギリス空軍は60台を発注し、最初の1台は1941年に完成している。イギリス空軍が実際に使用したのは数台であり、残りはアメリカ空軍が数百台規模で使用した。ありがとうございます。